第3話に関する問題です。ベルナールの修道院で養蜂、ミツバチから蜂蜜を取る描写が出てきますが、中世では食用以外で蜂蜜をあるものの原材料としていました。そのあるものとは一体何でしょうか。原材料、蜂蜜が原材料になっているあるもの。え、あれ食べる以外に何かあんの。他に用途ありましたっけ。塗るとかプロポリス。あんたに役目が違う。プリアポス。蜂蜜、蜂蜜原材料になってるのか。うん、原材料になってる。蜂蜜がってことは他のものと混ぜ合わせたりするんですか。うん、そうかもしれない。なるほど。うん、首をかしげています。何に使うんだろう。なんだろう。食べる以外したことないな。蜂蜜どうしたの。全然ちょっとくしゃみしました。どうした。大丈夫です。ヒント、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 ヒントください。もう初級編とか関係ねえ。もう無視ですか。3話でも出てきてました。出てきてる。結構いろいろな場面で結構出てきてますね。3話、日常シーンとかで。3話、日常シーンに出てくる。出てきましたっけ。何してたっけ。3話はね、3話あ、私たち出てないんじゃない。出てる、出てる。出てるよ。今12月ですけど、それに近いところで使うこともありますね。ああ、12月、なんか冬に使うことがあるらしい。蜂蜜を暖かい時期に。暖かい。うん、なんだろうな。うん、じゃないかな。うん、でもそんな描写ありましたっけ。よく見たらあるんですかね。あるのかな。はい、はい、やっぱ仕込まれてるんだな、いろんなところに、ね。うん、では第3話からの問題に行きましょう。まだ半分。いよいよ難しくなってきまいりましたな。3話の最後でマリアと会話を交わすケルヌンノスですが、ガリアのゾクラテン語やケルト祖語などで〇〇のあるものという意味があったとされています。この〇〇とは何でしょうか。ん、もう一回言って。もう一回言おう。ちょっとまだ一回で理解できなかった。ケルヌンノスいますよね。ケルヌンノス、なんかよくわかんないやつ。あれはガリアのゾクラテン語やケルト祖語などで〇〇ほにゃららのあるものという意味があったとされているそうです。はい。ちょっと、はい、あるもの、ケルヌンノス、ガリアのゾク、カタカナ終わりだー。ダメだー。ゾクラテン語全然わからないや。何ゾクラテン語。まあ、ケルヌンノスが別名何かってこと。そう、ホニャララのあるもの。何のあるもの、何のあるもの、何のあるものだったかを言えばあるものいいってことですね。漢字ですか、ひらがなですか。ひらがなでも書けますね、もちろん。ひらがなでも書けます。ざっくりしすぎてちょっと難しい。あ、漢字ですか。もうそうですか。だいぶ迫ってますね。2文字です。ひらがなで2文字。ひらがなで、ひらがなで2文字。短いですね。ね、何のあるもの、何のあるもの、あるもの、これじゃない。これ私ちょっと、これじゃない。ひらがな、お、これだわ。ひらめきがひらめいた。ありますか。なんだろう。なんだろう。何があるもの。ケルヌンノス。全然わかんないです。ケルヌンノス。ケルヌンノス。ケルヌンノス。動物の特徴。動物の特徴。動物の特徴。え、もう違うんですけど。動物の特徴。動物の特徴。あれ。ケルヌ、なんか響きだけであれだけど、その特徴、こうかな。はい、うん、できた。はいはい、はい、できました。うん、